おい、聞いたか、また戦争だってよ。ああ、今度はローランスもハイランドも本気だ。すげえ衝突になるって話だ。戦場はまたグレイブガンとボンチあたりか。こうしちゃいられねえ。ああ、食料に武器、薬に棺桶、稼ぎ時だな。本気の戦争。クセラン騎士団の被害報告。負傷118、死亡30。俺の包帯が手つけろ。伝令、化け物みたいな。敵部隊に死傷約50を与えり。決着したのか。冗談だ。多分先発部隊の小競り合いでしょう。両国の本隊同士の衝突ならこの程度で済むはずないもんね。この程度って、白鵬騎士団はまだか。ラストンベルの避難誘導に手間取っている模様です。そんな場合か。スレイさん、このままここにいても。白鵬騎士団がラストンベルにいるって。セルゲイに会ってみよう。そうだな。棟梁、何があったの、トル。みんながベンドラゴで捕まっちゃった。数奇教の暗殺の容疑、僕たちがハイランドに頼まれてやったって。なんで、あれは私が勝手に。ルナールが帝国に持ちかけたんだ。そういうことにすればいいって。なるほど。帝国は開戦の大義名分を探していただろうからね。数奇教の暗殺をハイランドが図ったことにできれば十分すぎるな。ルナールに罠を張られて、エギーユが盾になって僕だけ。ごめん、逃げるのが精一杯だった。覚悟はしてた、そういう仕事だから。けど言ってもいいよ、ロゼ。止めないとヤバいじゃない、戦争。けど大義名分を得たらやることを決まってる。証拠隠滅だわな。放っとけないんでしょ、どうせ。家族は大切ですもの。自分で言ったじゃないか、ロゼと俺の仕事は違うって。ありがとう、行ってくる。私たちはどうします、風の骨救出と戦争。どっちもなんとかしなきゃだが、体は一つ。セルゲイはラストンベル。ハイランド陣地にはアリーシャがいるかもね。俺は同志スレイ、ようこそ我が陣地へ。ちょうどいい、間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者としてね。まさかアリーシャさんにそんな役目を。バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。素直に届ければ大戦が始まり、拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。あなたは私を切るか。いいだろう、お前をローランスの刺客だと叫べば勅命がなくとも総攻撃の名分が立つ。これは分が悪いじゃ。どうにも兵たちを抑えるにはアリーシャの力が必要だ。アリーシャか、やってみるがいい、できるものならな。戦いの邪魔ばかり、よくもハイランドの辛い文字が。急に何を。アリーシャ、兵士がなぜアリーシャを。私がもたもたしているからだろう。攻撃を命ずる、勅命を届けずにな。そこまで憎悪と不満が。見ての通りです、戦争は止められそうにありません。諦めるの。だってどうしようもないではありませんか。ローランスを撃てという王の命令、勅命は出されてしまったのです。そんなもの握りつぶしちまえば、都合が悪いなら。ザビーダ様、握りつぶすとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ、アリーシャにできるはずが。
別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂い顔も嫌いじゃないしな。スレイ、戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。また力を貸してもらえないだろうか。本当にいいのですか？国に反抗することになりますわよ。承知の上です。わかった。アリーシャが覚悟を決めたなら嫌とは言えないね。ザビーダ様も頼りにしてよろしいか？けなげな姫のためとあれば、泣きそうな顔よりずっと好みだしな。幸い軍を指揮しているのはマルトラン先生だ。きっと先生も協力してくれる。どうした？それは無理よ。マルトランは兵馬だもの。最下の剣士の配下として戦争を煽った張本人なのよ。エドナ！教えておかないとまずいでしょ。だな。後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ！冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いて、アリーシャさん。そんな、マルトラン先生はずっと私を励ましてくれて。取り乱してすまない。会えばわかることだ、マルトラン先生に。また泣きそうな顔になっちまったか。スレイ、目は大丈夫だろうか？大丈夫、見えるよ。よかった、成長したのだな。けど少し霞んでる。少しって、戦いでは致命傷に。だとしてもこれはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今さらよ。うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし。行こう、アリーシャ。ああ。先生、やっと気づいたか、私の正体に。なぜ？私が信じる理想のためだ。お前が使者だろ。総攻撃を命じる勅命を渡せ。では力ずくで奪うとしよう。来い。ここでは人目につく。お仕事が控えている。手早く終わらせよう。なぜです、先生。この後に及んでまだ問いを吐くか。今見えているものが現実であり事実だ。そんな基本もわきまえぬものが民を導こうなど少子極まる。理解はしています。では悟っただろう。お前の青臭い理想など一辺の意味も持たないという現実を、国にとっても民にとっても、もちろん私にとってもだ。だったらどうして私を支えるふりをしたんですか？二つだけ利用価値があったからだ。お前はハイランドとローランスを最大の力で衝突させるための道具だった。バルトロラを反発させ暴走させる役には立った。アリーシャの理想には意味も価値もあるよ。ああ、少なくともスレイは信じてる。スレイさんだけではありませんわ。マナ弟子への最後の授業だ。邪魔しないでもらいたいな。邪魔が入るのが現実ってもんさ。そっちもよく喋るのね、この後に及んで。確かに、もはやかわすのは刃だけで十分だ。もう一つの価値のためにもな。アリーシャは下がって。
わかった。この方も浄化などされてたまるか。真に浄化されるべきはこの世界の方なのだから。もうやめてください先生。あなたは最下の剣士に騙されているんです。どこまでも優しいな。私はそんなお前が。ヘドが出るほど嫌いだったよ。これが現実だよ、アリーシャ。あの方の理想に身を捧げた証、後悔はない。アリーシャ、アリーシャ。もう嫌だ嫌だ嫌だ。家に帰りたい。知らないよ、戦争も国も民も。駆け口を言われるのも意地悪をされるのももうたくさん。王女も騎士もやめる。ナルトロでも誰でも勝手にすればいい。みんなのためにって頑張ってもいいことなんかなかった。何もなのに、それなのに思っちゃうんだよな、戦争を止めたいって。なんか俺も同じ感じだから。騎士は守る者のために強くあれ、民のために優しくあれ。先生の言葉が耳から離れないんだ。きっと私を騙すための言葉だったのに。あの人が嘘を言ったとしても、アリーシャが受け止めた気持ちは本物だろ。それで今ここにいるアリーシャは間違いなく現実だよ。俺が保証する。みっともない現実を見せてしまった。ハイランド軍のことは任せてくれ。最後まで青臭くあがいてみせるよ。それが私だから。若いね、素であんなセリフを。すまない。何泣いてるわけ、あなたまで。だって感動して。なんか言った？別に。すまない、回線を止められなかった。まだ最悪じゃないよ。うん、なんとか最小限の被害でとどめたい。そのために住民の避難を。何が避難だよ。逃げる前に戦え。父ちゃんと兄ちゃんを殺したハイランドと。あんたは和平派だったよな。避難とか言ってハイランドに町を明け渡す気じゃねえのか。そんなの嫌だ。違う、本当に危険なのだ。ハイランドは全軍を挙げて侵攻してきている。こっちも全軍で攻めればいい。それでは果てしない殺し合いに。敵を殺すのが騎士の仕事だろ。なあみんな。そうだ、ハイランドなんかやっちまえよ。
冗談じゃないわよ。町も財産も明け渡すなんて。勝手なことばかり言いやがって。守れよ俺たちを。一度町を出よう。町の奴ら、団長の気持ちも知らず勝手なことを。彼らの気持ちもわかる。先のハイランドとの戦いでは大勢が死んだのだ。それにしても住民の汚れが急に強まりました。別の原因があるんじゃないか。セルゲイ、俺たちも手伝うよ。まだ戦いを止める希望はあるさ。アリーシャもハイランド軍を抑えるために頑張ってるはずだから。アリーシャ姫の噂は聞いている。お会いしてみたいものだが。ヨーマ！セルゲイ、こいつらは？父ちゃん！普通ではないな。だが、隊列、三の陣！ローランスの民を傷つけるなら、引くことはできない！逃げろ、少年！スレイ、僕たちも、わかってる。邪魔をしないでくれたまえ。せっかくお膳立てしたんだ。全部お前の仕業か！はあ？なんでこんなとこに。何？敵を片付けたからさ。ザビーだ！うっと、いかんいかん、つい返事をしてしまった。風まで騙すとはすげえ現実だな。術者は間抜けだけど根が真面目なものでね。セルゲイの姿で何をする気だ。使い道はいくらでもある。邪魔だった本人も今頃兵馬に殺されているだろうしな。まったく容赦がないのだな。お前はセルゲイじゃないからな。なるほど、あの騎士と同じ思考だ。友だから助けるが、敵なら殺す。汚れていなければ守るが、兵馬は消す。実に単純で素晴らしい世界だ、お前たちにとっては。何が言いたい。ただのエゴだと言っているのだよ。汚れの源であるエゴだと。そんなこと、私が煽ったとはいえ、住民たちの怒りや憎しみはごく当然のものだ。だがお前たちはそれを汚れと呼び消そうとする。同志の使命だの、騎士道だのの名目のもとに。さて、誰が保証するのだ？そんなお前たちが汚れていないと。違います！スレイさんは汚れてなど！違わないだろう。お前の知る先代同志も。使命でも誰かのためだからでもない。自分が信じていることをやっているだけだ。俺も。セルゲイたちも。今さら開き直るか。今さらじゃない、ずっとそうしてきた。これからもね。皆に支えられてか。それがたゆまぬゆえんか。スレイさん、戻ろう。大丈夫さ、セルゲイも。セルゲイ、自分は大丈夫だ。だが、セルゲイ殿、事情は聞いた。この子を助けてくれたそうだな。俺、父ちゃんと兄ちゃんの敵討つつもりで。気持ちはわかる。だが劇場に駆られて飛びかかるだけでは獣と同じになってしまう。それでもいいと思ってた。ハイランドの奴を一人でも殺せれば死んでもいいって。いいわけない！俺たちは人間だ！もっと別の道を見つけられるはずだろう！
共に探してはくれまいか。皆が生きるための道を。わかった。話だけは聞こう。かたじけない。本当はな、スレイ。自分も獣のように戦いたいのだ。こんな嘘つきの自分は、きっと汚れているのだろうな。汚れてなんかないよ。またやりやがったか。これで5件目だな。何があったの？知らないのか。ここんとこ毎晩貴族の屋敷が襲われてるんだ。それが妙な盗賊でな、襲うたびにあんな張り紙を残していきやがる。一緒に奪った金もばらまいていくんだ。残念だったな。もうちょっと早く来れば拾えたんだが。受けたくねえよ、悪党の施しなんざ。約束の金を払えないってどういうことだい。当然だ。どれだけの被害が出たと思っている？警備30名が負傷、被害総額は2000万ガルド以上だぞ。知らないね。警備が間抜けだからだろ。賊は貴様が目的だと言っているが。明朝、風の骨の処刑を執行する。そこでケリをつけろ。報酬の件はそれからだ。どうやって棟梁をおびき出す？それを考えるのが貴様の仕事だ。元仲間、いくらでも連絡の方法はあるだろう。分かったよ。今日は狐を見失った。探そう。夜明け前に見つけないと。やっと会えたね、ルナール。ああ、あんたのお膳立て通りにな。助かったよ。さすがに牢の中じゃ手が出せなかったから。独くさいと思ったが気が変わった。やっぱりこの手で殺してやるよ。トリオ、ダメだ、逃げろ。どうしてボロボロじゃねえか。悪いな。その子が死ぬと悲しむ奴がいる。こいつは任せろ。ロゼはみんなを。ごめん、すぐ合流するから。どうしかない。まず一匹。助かった。さっきの俺、いけるのか。つけるよ、身内の不始末は。うるせえ。
けないね、ロジー。これは数奇鏡と同じ。棟梁、一体何が。ロゼ、私の仕事。眠りよ、こうねえ。誰ざけんじゃねえ。安らぎもクソもあるか。カッコつけようが人殺しだ。ただの分かってる。家族ごっこの建前のくせに。だったら決めろだよ。死ぬほどな。棟梁、ところで油を売っていたのかね。同志にあるまじき失態だ。どういうことだ。怒ってしまったのだよ、ローランスとハイランドの衝突が。まさか。自分たちの目で確かめてみるといい。きっとあれの出現も見られるはずだ。今度はそっちの仕事だね。ロゼ、仕事には仲間が必要でしょ。